ウィンフィールド・ニブロは、20世紀半ばのアメリカの教育者、軍属。テキサス州リビエラで生まれ、コロラド州デンバーで育つ。地元のウェスト高校を卒業後、デンバー大学でビジネス専攻。卒業後デンバーのイースト高校で社会と体育の教師を経て、1943年に兵卒として、軍に応唱される。 コロンビア大学で教育行政の博士号を取得し、軍の大敵防衛要員として日本に着任、第二次世界大戦後に連合国最高、司令官総司令部の民間情報教育局の主任教官になり、教育制度改革を指導。学生改革時に男女別学であった、それまでの旧正中学校、高等女学校を高等学校に改祖する過程で、 男女教学化を強く推進した。長崎軍政府教育官として赴任中には、長崎県長崎市と佐世保市内の公立の旧正中学校と高等女学校をそれぞれ全く再編させ、長崎西高校、長崎東高校、佐世保北高校、佐世保南高校の各公立高等学校を教学で発足させた。 長崎県内では、最終的に、公立普通科高校はすべて教学に移行された。また、長崎赴任中の1946年秋、県幹部との会食中の余興をきっかけとして現地に、フォークダンスを伝え、日本のフォークダンスの父とも称された。男女が手を取って、一緒に踊るフォークダンスの普及を通じて、民主主義教育と、 男女平等の理念を広めることを狙いとしたものであったとされる。各地で講習会を精力的に行い、地元市の報道によると、スクウェアダンスの人気により、市民の要望で二ブロの転任予定が延期されたという。このほか長崎県か各地でソフトボールを教え普及に努めている。 占領軍の CIE 職員としてのニブロの任務は、教育と良好な日米関係の構築であり、ダンスやスポーツなどレクリエーションを通して、アメリカの正当性を広め、原爆投下に対する憎しみを抱かせないよう努めた。その後北海道へ赴任し、1949年には、スキー大会のために、札幌に来ていた。 三笠宮隆人新王のためにダンスパーティーを開き、新王にスクエアダンスを披露すると共に踊り方を教えた。これをきっかけに、三笠宮新王は日本レクリエーション協会総裁に就任した。8年間の日本勤務を終えて1951年に帰米。その後も様々な国に赴任し25年間軍に、 勤めた後、1976年から1985年まで、チャイルドケアセンターで、子供たちに体育を教えた。1982年には、随法省を受訓した。2007年3月8日、デンバーの自宅で死去。長崎県佐世保市のハウステンボスでは、毎年4月にニブロの名を冠した、ウィンフィールド P ニブロ記念佐世保。 ハウステンボスフォークダンスフェスティバルが開かれている。ありがとうございます。